女性が輝く社会を目指しましょう。はい、子供を産まない女ってちょっと生物学的に欠陥があるよね。10代の女子に性教育、マドナデシコなら結婚するまで処女に決まってんでしょ。妊娠してさらに産休まで取ろうなんて虫がいいのよ。出た DVD。 おしやり3サイズじゃ。何が女性の輝く社会だよ。お前男のくせに免許ないんか。女ってだけで下駄吐かされて。私は鈴子さんが男社会の中でセクハラまがいなこともされながら頑張ってきたことは知っています。それは今でも尊敬しています。でもだったらですよ、後輩の女性たちはそういう目に合わせないようにしようって発想になるんじゃないですか。